吉宗評判記暴れん坊将軍。新宿は甲州街道と青梅街道の分岐点にできた新しい宿場町として繁盛した。江戸町奉行の管轄外で関東代官が支配していたが、ある一時期無法の町と呼ぶにふさわしかった。じいさん、いつものからだ。一貫二役。すみませんが、今日のところご勘弁を、仕入れの金が入りますので、もうしばらく。なんだと？おい、てめえ誰のおかげで商売させてもらってるんだよ。おい、親父、てめえ店をぶっ潰されてもいいのか。すみません、お笑いします。当たり前だよ。どうぞ。よし、行くぞ。あの男たち、山崎屋の子分ですか。はい、場所代だ、用心棒代だって金を集めに来るんです。おお、これは驚いたな。おい、見ろよ、お前、天下の往来で爆死だぞ。よし、帰るべ。おっ、いかだまだ、この太鼓には仕掛けがあるぞ。イカ玉じゃねえか。手に返せよ。やめんじゃねえよ。おおおお、やめろ。何のお見立ちじゃねえか。やめろよ。おい、サイコロをすり替えたな。俺もこの目で見たぜ。そうだそうだ、お前。やめろ。ええや、この野郎。おい、ありゃあったな。もう勘弁になるね。鉄、鉄、やってて。喧嘩を止めてください。あったけあったけ。止めないんですか。仕方がないよ。やりたいものはやらしときゃいい。やめんだ。おい、おい、やめんだ。ちょうどいいや。こいつらみんな捕まえてくれよ。とにかく悪いなんてもんじゃねえんだよ。イカさんまくしちゃってな、このための連中みんな裸にしちゃうんだからよ。悪いやつなんだからよ。無駄じゃよ、捕まえてもすぐ出てくる。何言ってんだ、あんたそれでも役人かよ。あ、ちゃ、ちゃ、せえな、おい、酒くせえな、おめえは。あら、わかる？朝酒一杯のつもりがつい飲みすぎてしもうて、また遅刻じゃな。急ご、急ご、急ご。よ、よ、ちょっとあれ、役人。おい、頭、ありゃ一体何ですか。いいんだよ、体もいい。坂田、坂田、おっかしなんだ。昼ごろ出てきてまた居眠りか。ちょっとやります、きっとやりますけど、ひどい二日酔いでして。すずりはからから、貴様にも困ったもんじゃろう。はい、わしもそう思います。
痛い痛い痛いんだよこのバカだなお前は。もっと女らしくおしとやかにそっとできねえのか。いやいやもらっちゃったよてめえてめえさ本当に。お前にくだねえ。私は出てったっていいんだよ何も。ガサツで悪かったね。痛い痛いってことやろ。だけどずいぶんひどく殴られたのね。殴られたんじゃねえ。じゃどうしたんだよ。どうしたのってお前喧嘩始まったんだよ。だから俺止めに入ったらよ野郎バシッと俺のことはってほしかったらこのなっちゃったじゃねえ。バカだねえ。だからお前さん向こう水だって言うんだよ。だいたいねいい年して新宿まで喧嘩しに行くことないじゃないか。やってやお前喧嘩しに行ったんじゃねえ。じゃなんだい。なんだって決まってんじゃねえかお前。牛込のな穴八幡にお参り行ったんだよ。その帰りしないにお前新宿に立ち寄ったらおめっこのなっちゃったじゃねえか。おいお前し新さん来なかったか。いいえ。たくもう何しちゃうんだろうな。今度だったら徹底的に言わなきゃ気がすまねえんだ俺ら。兄ちゃん喧嘩と新さんは何の関係もないじゃない。自分がぶん殴られたからって新さんにやっちゃったりすることないわよ。うるせえこの野郎。女子供に分からない黙ってろい。あんな役人買ってきやがって本当に。俺たちはなお上にたくさんの金払ってんだい。それなのに朝から酒なんか食らいがってとんでもねえやろだい。変な人だね。殴られて頭おかしくなっちゃったんじゃないだろうね。もともとおかしいの。そうか代官所の役人はたるみきってるか。はい。その酔っ払いは論外としましても他の役人もあってなきがごとく宿場はヤクザ者の天下で思いのままに牛耳っております。で助八はさらに詳しく探るため身をやつしまして。よ、姉ちゃん。今朝玉川で取ったいい鮎持ってたんだよ。え、安くしとこぜ。まあ本当だ。綺麗な鮎だ。裏へお回りよ。板前さんがいるから。ありがとうよ。失礼いたします。お代官様、いらっしゃいませ。運上金の査定額です。目をお通しください。すでに。これは運上金なしでよい。これとこれはもっと安くしてやれ、このくらいでいいだろう。はっ。他の店からはもっと高く取るんだな。茶店、居酒屋、おでん屋と。これもこれもだ、これで帳尻が合うだろう。はっ。山崎屋東米30両。これは何だい。おお、このわしから運上金を取るつもりなのか。元締めが何軒もの遊女屋をやっておられることは広く知られておりますし、世間の手前もございますので。バケロー。その世間を納得させるのがおめえさんの役目じゃねえのかい。わしはな大官の首の一つや二つすげ替えるのは簡単なんだよ。はっ、恐れ入ります。私の間違いでございました。直ちに取り消します。おそらく誰を大官にしても同じでございましょう。山崎屋に懐柔され操り人形となり果ててしまいます。山崎屋というのは何者なのだ。は、一言で言えば怪物。ヤクザの親分であり遊女屋の主であり殺し屋の元締めでもあります。その一方何人もの幼女を大名旗本の側室に送り込み幕閣重臣の間にも隣然たる勢力を持っているとも聞き及んでおります。おお上様こちらでござりましたか。何だじ。あ、いやいや別に用途ではござりませぬが大岡殿を急にお召しになられましたのでまた何かお始めになるのではないかと心配してまいりました。
その通りだ。化け物退治をやろうかと思ってる。え、化け物だが、できれば下から盛り上がる力でやりたい。悪の根を断ち切っても、後から燃え出る新しい芽がなければ、意味はあるまい。御意。上様、よくぞおせられました。また一回り大きくなられましたな。これでお城を飛び出さず、落ち着いてくだされば、じいも安心でござりまする。そうはいかん。城の中で手をこまねいていては何もできん。ではまたお出かけになりますので。代官所の中にも一人ぐらいは気骨のある男がいるだろう。まずそれを探す。殿、お帰りなさいませ。お疲れでございましたでしょう。もみもみよ。こいつをやり直しておけ。出室の通り、分かってるな。はい、異彩心得てございます。あ、これはじゃな、運上金の査定のやり直しだ。といってもほとんど清書するだけだから、みんな手分けして教授にやってくれ。そうですか。いいな。いやいや、その代わりさ、終わればこれじゃから。わしは地獄ですよね。どうもどうも。坂田、お前は今日役所へ来て何をした？申し訳ありません。お茶を五杯に、この川屋へ二度、丸薬を三遍飲みまして、まあ、おかげさまで少しはようになりましたけど、あとは迎え酒というところで。ごめん。親父、茶をもらおうか。はいはい、ただいま。あ、来た来た、どん兵衛の役人だ。酔っ払い役人だ。わいわい、酔っ払いの役人だ。酒ばっかり飲んで仕事しないんだ。朝寝朝だけ遅刻して居眠りして正直クビだ。父ちゃんの悪口言うと承知しないぞ。うわい、うわい。お園が言ってたのはこの男か。親父、甘酒もらおうか。はい、ただいま。代官所では一旦決まった年貢運上金を山崎屋藤兵衛の圧力でやり直しております。山崎屋という男、そこまで横車を押しているのか。はい、代官は言いなりで、どちらが役人だか分かりません。これだけ繁盛している店が一文の運上金も払わなくても済むのです。もちろん山崎屋の息のかかった感じです。あれが山崎屋藤兵衛か。はい、用心棒の浪人と陣九郎という子分です。この店も山崎屋が引いてきてます。無論運上金は払いません。今代官所のほとんどの役人が出席して宴会を開いております。そうか。うまかった。ごちそうさ。毎度。旦那、またはしごですかい？ああ、はしごしたいな。ちょっと足らんので、失礼だが、酒を飲む相手がいなくて困ってるんです。一杯付き合ってもらえないか。わし？ええ。もしわしに酒をご馳走してくれるっちゅうのか。お嫌でなかったら。まあ、見たところ用心棒でもなさそうだし。貧乏旗本の冷や飯食いですよ。言うなれば酒飲み友達というわけですかな。ええ。いや、そりゃありがたいな。お嫌どころか大好き。こんな汚い店でよかったらどっかな。いや、どこでも結構です。いや、どこでもって、ここじゃなきゃ困る。ここにしましょうか。感情溜まってるし、助かるわ。え？ええ、
この店はよろしいぞ。もう大好きでな。おい酒くれ。あ、いらっしゃいまし。おかみ、冷やでいいぞ。はい、はい、私は徳田新之助と申す。ああ、わしはあの坂田善右衛門です。いらっしゃいまし。坂田さんがお連れの方と一緒にお見えになるなんて初めてですね。いつも一人で来るんですか。そうなんですよ。いや、お近づきの印に、まあ、何を言われる感じはお主持ちで、せめて尺ぐらいは。ああ、どうぞごゆっくり。魚なるべく上等なやつ。はい。いやいや、これお主、もうガッと少し。ゆっくり。いや、花の屋という大きな遊女屋で代官所の役人たちが宴会をしておったが、あなたは出ないんですか。いや、別に理由はないですよ。わしはね、こういう店で気楽に飲むのは性に合ってんですよ。ただそれだけ。そうですか。全く意気地のない自分ながら嫌になる酔っ払いですよ。町の連中もみんなが足を軽蔑しとるわ。あんただってそうでしょうが。酒ないぞ、おい、どんどん持ってこい。はいはい。いや、こんな酔っ払いでもね、息子が一人おりましてね、翔助って言うんですよ。4年前に苦労させた女房に死なれて、翔助、わしが酔っ払って帰るの一人で待ってんですよ。あの飯の方はね、この女将が親切に運んでくれるんですよ。はい、お待ちどうさま。わしはね、こんなダメな男ですけど、翔助のやつがガキ大将たちにあんな風に言われてるのを見るとやりきれんな。そういうやつ、そういうやつ。はあ、眠ってしまって。坂田さん、こちらの旦那に失礼ですよ。私は構わないんです。でも息子さんが待ってるんでしょう。後で送っていきます。本当はとても気の優しい人なんですけどね。坂田さんは山崎屋の息のかかってる料理屋や遊女屋でただ酒を飲むのが嫌なんですよ。いつか一度酒漏らしたことがあるんです。あんな代官所で働けば働くほどヤクザどものためになる。バカバカしくって酔っ払ってでもいなきゃおられるかって。そうか。今まで話し相手もなくて寂しかったんでしょうね。この足はもう頭にカッカッカッカってましたね。どうして。どうしてって新さん決まってるじゃないですか。とにかくね、あの役人はね、真っ先にクビにすることですな。ま、一杯行きましょう。俺はあの男は見かけによらず骨があるような気がするんだがな。そうですかね。あんなタコかナマコみたいな男に骨がですか。あの、それはわしにはとっとこうガテ行きませんけどね。まあでもね、この大掃除ってことはわしも大いに賛成ですな。お前さん、お前さん火消しだろ。いつから掃除役になったんだい。バカだな、おめや。火を消すのもだよなあ、ヤクザを掃除するのも、これはお前人助けに変わるんじゃねえかよ。あ、そうか。それじゃね、今度喧嘩してきたって私知らないからね。うざくりゃ。こんな子供の出る幕じゃねえ、引っ込んでるらい。そうかい、それで引っ込んどくよ。ああ、ちょっと待ちなさいよ、お前。言ったらって何もすっとかって、せっかく持ってきたんだからよ、置いてきゃよ、そのお盆よ。なんだい、勝手なことばっかり言って。はい、新さんどうぞ。ありがとう。あ、タコとお前、ナマコだ。あら、タコとナマコがどうかしたの？いや、うまいよ。見かけは悪いが、なかなか味がある。水の泉の会、三州岡崎で35,000石か。地位の割にこの俸禄じゃ苦しいだろうな。この男の弱点は金だな。
本多伊予の守次の老中の座を狙って酒井さぬきの守に近づきたがってるか。お代官様に会わせてくださいまし。ならんなら引き取れ。いや私たち小商人だけが運上金が倍になるなんてどうしても納得ができません。そうだ、あまり不幸へってもんだ。何しに来てるの。ご政道に反抗すると一気の罪で引っくくるぞ。お役人様お願いします。もう一度お考え直しくださいませ。このままでは商いが立っていきません。そんなことは知らん。私たちの何倍も稼ぎがある女郎や料理屋が運上金を納めないのはどういうわけでございますか。そうだ。なんとか考えてください。うるさいな。何の騒ぎだ。いやいいからほっとけよ。関わるな。なんだ。貧乏商人どもが大官所に押しかけてきたので蹴散らしてきました。多分おとなしくなると思いますが、破れかぶれで江戸へ訴えて出ないとも限りません。勘定奉行所など行っても無駄だ。十分に手は打ってある。まあそうだな、騒ぎが大きくなっていうのも利口じゃねえな。おい左源太、話は隣で聞きました。私の出番ですな。何ですあなたたちは。気づくかもしれんな。奴も切るか。あの男なら大丈夫だ。生きているのか死んでいるのかわからん。坂田さんか。この老人が切られた。たった今だ。そっちの方で怪しい奴を見なかったか。切られた？死にましたか。たった人たち、逆下差だ。よほど腕の立つ侍だ。私たちは今日お代官所へ運上金の不公平を訴えに行ったんです。ご平次さんはそのために殺されたんだ。ああ山崎屋の子分か用心棒の仕業に違いねえ。あいつら代官所とつながっているからな。坂田さん言ってくれ、あんたは本当に見なかったのか。坂田さん、こんな無法を放っておいてもいいのか。あんたは宿場を預かる役人だろう。ヤクザたちに牛耳られている宿場をこのままにしておいてもいいのか。坂田さん、何とか言ってくれ。坂田さん、けい弱虫役人、酔っ払い役人め、何とか言え。大官所の役人なんて何の力もない。だがわしだって昔からこうではなかった。若い時には理想に燃えたこともあった。しかしな、ヤクザの力はあまりにも大きくなりすぎた。4年前のことだ。一人の役人が本気になってヤクザを叩き潰そうとした。その男の女房はある日沼に浮かんでおった。自殺なんかするはずはない。
だが殺されたという証拠もなかった。一人の息子を残して死んでいったのだ。坂田さん、やつらは恐ろしい。女でも子供でも平気で殺してしまう。わしはな、自分の息子をそんな危うい目にしてまでそんなことをしようと思う。土兵衛、邪魔だ。ここは天下の往来、そっちこそ道を開けたらどうだ。何？わしが誰か知っておるのかね。知らんな。どうせ諸人に迷惑をかけるウジ虫のような輩だろう。何？ノリ。ほう、そっちは血に飢えた山犬か。見事この喧嘩買ってみるか。南町奉行大岡忠相だ。双方とも引け。町奉行大岡様と仰せられたが、ここは関東大官僚支配違いでございましょう。いかにも。とは申せ、路上にて白人を抜いての喧嘩沙汰見過ごしにはできぬ。勝ってとあらば、この大岡個人として相手になろう。そちらの御仁はいかがかな。やむをえん。仲裁は時の氏神任せよ。喧嘩にこと寄せ、キャツの立ち筋をご覧になりましたな。居合の術に長けている。右からの逆下鎖、五兵という老人を斬った手口と同じだ。いよいよ大掃除を始められますか。うん。忠相、支配違いだが特にお前の手を借りたい。かしこまりました。お前が死んで初めてわしは酒も飲まず朝早く起きてやってきた。お前どう思う。わしはやっぱり卑怯者かな。だが庄助だけは立派に育ったぞ。ガキ大将どもにいじめられても怒って立ち向かっていくような負けん気の子だ。庄助、父ちゃんはな、育児なしかもしれん。まあ言ってみれば魚を釣っても一生メダカしか釣れんような男だ。だがお前はな、クジラを釣るような強い男になれな。坊や、お前の父上は決して弱虫なんかじゃない。立派な勇気のある人だ。おじちゃん、本当にそう思う？ああ、そう思うとも。代官所の役人の中でヤクザに膝を屈して御用聞きに成り下がっていないのは坊やの父上だけなんだ。お主、そりゃ買いかぶりじゃよ。わしは弱虫だよ。あいつらをやっつけたくとも力も勇気もない。ただ自分にできなかったことを子供に夢を託して生きる。わしはそんな男じゃ。父ちゃん、それはずるいよ。親は子供の鏡だよ。父ちゃんが弱虫なら俺だって弱虫にしかなれないよ。その通りだ。坂田さん、おかみさんの死を無駄にしてはならん。
敵を討つんだ。さあ立ち上がってくれ。父ちゃん。五平じいさんのためにも宿場の大勢の人たちのためにもあんたの力が欲しいんだ。親はこの鏡か。わしが弱虫なら庄助も弱虫。やろう。わしはやりますぞ。父ちゃん。ありがとう。よく言ってくれた。あんたやっぱり俺が思っていた通りの人だった。子供のことなら心配だ。坊や、神田に辰五郎という火消しの頭がいる。そこ行ってるんだ。新之助からだと言えば分かる。神田の辰五郎だね。そうだ。父ちゃん行ってくる。庄助。誰なんじゃ。徳田新之助、大掃除の腕だけは信頼してもらっていい。みんなちょっと聞いてくれ。このままじゃわしゃいかんと思うんじゃ。運上金の不公平さはみんなも知っとるはずだ。ヤクザどもの言いなりになってわしらはそのお先棒を担いでおったんだ。坂田貴様、気でも増えたのか。いえ、生まれ変わっただけですよ。山崎や一族が犯した罪はみんな知っとるはずだな。賭博にゆすりたがり乱暴、そして人殺しだ。みんなで奴らを捕まえるんだ。力を貸してくれな。みんなでやろう。力を貸してくれ。山崎。坂田。何ですか。貴様にそんなことができると思ってんのか。できてもできなくても誰かがやらなきゃ仕方がないでしょ。みんなでやろうよな。力を貸してくれよな。みんなやろう。お主でやってくれな。なんとか言えな。おおおお、ちょっと。おお、待てよ。なんだいじゃねえ、あんたら何してんだよ。元締めが山崎屋集まるように言ってたぞ。何、元締めが。山崎屋さんからのことづてです。元締めの家へ集まってください。なんで元締めさんのようで、すぐ家へ来てくれるようにって。何、元締めが。早く。私は呼んだ覚えはないぞ。待て、はしかなんだ。なんだあの音は。菅井門殿町、江戸南町奉行大岡忠相、上様直々のご下命によりその方を召し取る。神妙にいたせ。え、乗れ、打ち破れ。召し取れ。Yeah!
撃ち殺せ！抑えるんじゃ！逃げんでないぞ、ぶち殺せ！山崎屋藤兵衛、菅井門殿将はすでにお縄についた。悪行を欲しいがままにし、善良な庶民を苦しめてきた貴様の命運も今日限りと思え。こしゃくな、やれ！やりだしたら、あんた酔っ払いんだなよ。俺は見直しちゃったよ。いや、まるで夢のようじゃ。まだ信じられんのです。夢じゃねえぞな。人間が本気になってやれば何だってできねえことねえんだよな、新さん。そうとも。吉宗の決断は電光石火であった。代官菅井門殿将は切腹、山崎屋藤兵衛は死罪。山崎屋とつながり献金を受けていた幕閣重臣はいずれもその職を解かれた。そして坂田善右衛門、その方を新宿代官に命ずるようお沙汰があった。ありがたくお受けするがよい。は？何と言われました？わしに代官を？うさて、何かの間違いじゃ。黙らっしゃい。いやしくも上様おそば役加納五郎左衛門の言葉を。間違いとは何事じゃ。前代官は切腹、以下主だった役人は全て罷免、もしくは蟄居謹慎を申し渡された今、その方以外に適任の者がおるか。そうであろう。恐れ入ります。ただしじゃ、朝寝朝酒を慎み、良き伴侶を得て家を整えることが肝心。そのためには、ほれ、何とか申す、居酒屋の女将などは適任ではないかな。は？これは上様直々のお言葉と心得。恐れ入ります。
正介。父ちゃん。辰五郎殿、お内儀殿、正介を預かっていただいて、忠実のことだ。いいんだよ、いいんだよ、そんなこと。それで、お城のご沙汰は？それが、思いがけず、この私が大官に。正介喜べ、父ちゃん大官になったんだぞ。え、本当かい、父ちゃん。おい、しょぼ、その父ちゃんってのはダメだな。お大官様なんだから、お前、そうだな、父上って呼ばなくなるだぞ。父上なんてからじゃないよ。父ちゃんで結構。父ちゃんだよな。奥方様、遠慮なさらないで旦那様のお迎えを。とんでもない。私なんかそんな。おめでとうございます。おめでとう、おめでとう。正介、ほら。それより、あの新さんでしたらどうしたんでしょう。本来なら私なんかより、あの新さんこそ大官になる値打ちのある方です。そりゃそうだよ、お前。新さん、お前大官どころか、あんた。いや、あのね、あの人はね、あんまりね、そんなに欲のねえ人なんだ。ええ、そうよ。ね、それより中入って一本つけましょうよ。ね、お前さん。飲ませていただき、いや、それはかたじけない。いかん、いかん、早すぎる。夜にならなければ、せめて夕方にならなければ。え、こいつは一本目いったな。その堅いこと言わねえでよ。ちょっと大官は堅くなる。ちょっとぐらいいか。歴史は吉宗が優位の人材を発掘し、庄屋農役者など身分格式にとらわれず大官に抜擢したことを伝えている。吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は未熟で魂の抜けた薄け者に免許を与えるとは柳生も堕落したものじゃろう。柳生道場の方々に申し上げる。東雲流秋山宗右衛門の門弟なつ、ただいま参上をつかまつりました。次回、柳生一族を斬る女にご期待ください。